名願とありますが、一般から湧いてるんですが、こういう声が、深入りまいりましょう。共同通信によりますと、茂木敏充外務大臣は3日の衆議院外務委員会で、韓国製の新型コロナ感染症検査キットの名称を島根県竹島の韓国名ドクトとするよう求める請願が韓国大統領府に寄せられていると自民党議員が指摘したことに関し、外交ルートで韓国政府に適切な対応を申し入れたと明らかにしました。竹島は日本固有の領土であるとして、冷静にかつ毅然と対応すると強調。請願については、他の案件を持ち込んでコロナ感染症への国際的連携に亀裂を起こしてはならないと批判しました。自民党の中曽根康隆氏は質問で、韓国大統領府のホームページに寄せられた請願に3月30日時点で32万人を超える人が賛同していると紹介しましたとなっております。まあ、非常に愚かしいニュースやね。もうその韓国のそのもう民度を疑うようなニュースですよね。あのこのウイルスに対して今もう日本も世界がね、何とかしたいと思ってるのに、その検査キットの名前をドクトにするとか、もうそこまで言うんやったらね、今回のその新型コロナウイルスそのものをドクトの名前にしたいね。ほんなもう世界中で言われるでな。もうドクトドクト言って、またドクトが流行ったとか言ってね、はい、もうそこまでやれと、はい、韓国にも提案したい。僕は請願を出そうかな、はい、知名度をね、はい、知名度上げたいならばね、上げたいならね、誰でも知ってますもんね。そう、今回新型コロナウイルスドクトとか言ってね。なんか韓国でですね、実はあのまたちょっと日本すごい羨ましいかもみたいな、ことが言われてるんですよ。というのはですね、あんまり今日関係するニュースはないけど、あのアビガンの、ね、備蓄が3倍にとかね、このアビガンも日本で開発された薬じゃないですか。富士フィルム富山科学で、ね、このアビガンとは違ってですね、イベルメクチンという薬が、あのオーストラリアの研究チームがですね、この、イベルメクチンという薬、これはまあ、あの寄生虫、抗寄生虫薬なんですけれども、これをその投与したところ、1回投与しただけで48時間で 99% コロナウイルスがなくなったと、本当イベルメクチンいう報告をしていてですね、何イベルコブタ、イベルメクチン、違います、美味しいものじゃないです。イベルメクチンというのを実はその発見した方がですね、大村聡、北里大学、はい、日本のノーベル賞受賞 者、大村さん、はい、2015年でしたかね、ノーベル賞を取られた、そうなんですよ。愛知の大村とはだいぶ違うね。いや、そりゃ一緒にしちゃダメです、はい、ですから、これね、やっぱこういうのって韓国にとっては本当にまたキーってなっちゃうニュースなんですよ、ね、だって韓国がまたノーベル賞1個もないからね。そうです、大村さんすごいですね。すごいですよね、北里研究所の元代表でいらっしゃる。そうです、またこの北里研究所で、ね、研究所ってところがいいですよね。北里柴三郎さんも、そうですよ、北里柴三郎さん流れを組むところですよね。そう、北里柴三郎さんはね、あのペスト、ペスト菌をね、そうそう、発見した人ですもんね。ペストを、ね、世界最初で発見したのは北里さんなんですけど、これは世界的には、あのフランス人のなんとかいう学者が発見したと言われたけど、はい、本当は北里柴三郎さんが1週間早いんですよ ね。そうですよね、ほんのちょっと早かったんですよね。あの本来ならまた別な業績でね、第1回ノーベル医学賞はおそらく北里さんやったのに、その研究もね、別の人に、別の人にその行っちゃったんですよね、奪われて、はい、当時はおそらくこれは人種差別もあったんだろうというふうにね、言われてますけど、でも当時あれなんですってね、その、まあ、北里柴三郎の名前っていうのはもう世界に知れていて、あの当時アメリカからもドイツからも、まあ、ドイツでも研究されてたんだけれども、あのうちに来ないかって言われてね、その時イギリスのケンブリッジとか、ケンブリッジとかそういうところが、今で言ったらもう何十億、何百億という研究予算をつけるから来てくれっていうふうに言われていたけれども、自分は日本に戻ると、僕は日本のために尽くしたい言うて、そういうところを断ってね、すごいね。だから、でそのまあ言ってみれば日本の感染症学の、まあ、父みたいな人じゃないですか、はい、でこの前私調べて初めて分かったんですけれども、先週木曜日に、あの日本医師会の会長のメッセージをここでね、はいはい、あの折島さん代読してくださいました、日本医師会の、あの創始者も北里柴三郎なんですね。ああ、そうなのか、そうなんですよ。日本医師会っていうのはね、僕は長いことあの竹見太郎が天皇におった時に、そうですね、あれとも印象悪かったですよね、まあ、イメージがね、はい、ちょっとね、竹見慶三さんのお父さんですよね、お父さんね、そうですね、
そうですか、まあですから本当にね、はい、そういう、あら何参りますか、続いてのニュース移りますか、はい、はい、行きましょう、ええ、どんどん行きましょう、マスク絡みで言います、もうマスクはもうええか、あの、まあ、安倍総理のマスクあるけどね、まあまあ、これはまあ改めていいことない、まあ一言で言うか、うん、あの安倍、まあ、あれついでに行こう、はい、布、はい、マスクに、まあ、はい、こちらですね、はい、はい、参りましょう、はい、この話題です、今度はもうマスクこれで終わり、はい、2枚を配布、100足しずっこけ感半端ないとありますが、続けて深入り参りましょう。共同通信によりますと、安倍総理大臣は今月1日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく政府対策本部で再利用が可能な布マスクを全ての世帯に配布すると表明しました。再来週以降、1つの住所につき2枚ずつ、東京都など感染者の多い都道府県から順次届けることにしています。この件に関して作家の百田直樹氏は今月1日、自身のツイッターで、1つの家庭に2枚の布マスク、なんやねんそれ、大臣が勢ぞろいして決めた